ネブラスカはアメリカ海軍の戦艦。バージニア級戦艦の2番艦。艦名はネブラスカ州にちなむ。元の艦名はペンシルベニアであった。ネブラスカは1902年7月4日にワシントン州シアトルのモランブラザース社で寄港し、1904年10月7日にマリーエノミッキーによって命名、浸水。1907年7月1日に 初代艦長レジナルド F ・ニコルソン大佐の指揮下で収益した。ネブラスカは1908年5月6日にサンフランシスコでアラバマと交代でグレートホワイトフリートに加わった。7月7日にサンフランシスコを出港した艦隊はホノルル、オークランド、シドニー、メルボルン、マニラ、横浜、コロンボを訪れ1909年1月3日にスエズに着いた。 9日にメッシーナを艦隊は出港し、ナポリ、ジブラルタルを訪れ、2月22日にハンプトンローズに着いた。ネブラスカは1909年のハドソンフルトン祭、1912年のルイジアナ100年祭に参加した。1917年4月6日にアメリカは第一次世界大戦に参戦したが、この時ネブラスカは修理中であった。4月13日に、 ボストンを出港してネブラスカは大西洋艦隊とのチェサピーク湾地域での演習に向かった。その後は東海岸で単独で行動し、1918年4月15日に修理のためノーフォーク海軍交渉に入った。1917年5月16日、ネブラスカはウルグアイの特命全県公使カルロス・エム・デペナの遺体を乗せてハンプトン・ローズを出港。 6月10日に太平洋艦隊の機関ピッツバーグと共にモンテビデオに到着し遺体を引き渡した。ネブラスカは6月15日にモンテビデオを出港して7月26日にハンプトンローズに戻った。1917年9月17日、ネブラスカは18隻の商船からなる船団の護衛としてニューヨークを出港した。10月3日に ハンプトンローズに戻った後ネブラスカはさらに二度戦断越えを行った。ネブラスカは1918年12月30日から1919 19年6月21日までに4度アメリカとフランス、ブレストの間の航海を行い、4540名の兵士を運んだ。その後は西海岸で行動し、1920年7月2日に退役した。ネブラスカは ワシントン海軍軍縮条約によって廃刊となり、スクラップとして売却された。ありがとうございます。